第203飛行隊は、航空自衛隊第2航空団の戦闘機部隊である。千歳基地に所属し、海 -15J、DJ 戦闘機、連絡機として T-4 を運用する。第203飛行隊は1964年6月25日に海、海 -104 戦闘機の3番目の部隊として、千歳基地第2航空団霊下の部隊として編成された。 初期使用機種は、海 -104J、DJ であった。1980年代には、海 -104 の退役も進み、1984年3月24日には、航空自衛隊海 -15 戦闘機2番目の部隊として、機種改編。当時全国でも配備マも内催新鋭の F-15 を運用する飛行隊として、 同じ地と関地に所属した第302飛行隊のス -4EJ と共に、冷戦下で緊張状態にあった北国の防空任務に従事した。第203飛行隊は、航空自衛隊の戦闘機部隊で唯一、シェルター運用が行われており、司令部などの飛行隊施設の大半が、シェルター地区内の地下に設けられている。部隊マークは赤い稲妻状のラインと熊を合わせたシルエットで、 203を表すようデザインされている。なお熊の配色が白黒を基調にしているため、パンダと認識されがちだが間違いである。舞台章は、国籍標識上の日の丸の中に、回 -15 が描かれたデザインで、回 -104 運用時には、同期が描かれていた。ありがとうございます。